こんにちは南,です南半球オーストラリアから発信しています。えー、今日はですね私の好きな言葉の一つをご案内いたします。えー、人生の流れに逆らって生きてみよう。えー、私が高校生の時に、えー、ビッグト o m o r という雑誌に書いてあった言葉で、えー、私の心に響きましたで。人生に結構影響を受けた言葉ですね。で えーまあ、その記事の内容は、えー、人生の流れに逆らって生きて、えー、成功した人の話だったように記憶していますでまあ高校生の時のね私は特に目標もなくでまあ両親が希望する一流大学へ行って一流企業就職っていうのが私の人生の流れっていうかまあ両親の希望でしたで私の父もね、えー、親戚とか 弟もこの流れ通りに進んだ人生でしたねしかし私はですねこの流れに乗らずっていうか学力的にこの流れに乗れなかったですし学習意欲もなく結果的に流れに逆らうことになりましたで自分の判断でオーストラリアへ来てまあ今現在ね満足できる バランスの良い、まあ、結構幸福な生活を送ることまがいい生活具体的にはいい家族がいて、えー、楽しい趣味を十分に過ごして、まあ、ゴルフと魚釣りビーチバレーボールとかですけどで仕事もしっかりやってで、まあ、割と大きめの家に住んで,で夢だった常夏の気候の場所に住めて で、さらに私、今55歳ですけど、かなり健康だと思います。まあ、これだけあればもう人生十分かなと思ってますけど、まあ、さらに私は上昇志向があるんで、上を目指してはいますけれども、まあ、この言葉に出会ったおかげで、今あると言っても過言ではないかもしれませんね。えー、皆さんも人生にもし満足してない場合は、 人生の流れに逆らって生きてみるっていうのもいいかもしれませんねどうもご視聴ありがとうございます